みゆみゆのハンダリミヤク TV ドス。今日はタコヤクシのドン付き UFO キャッチャー、ここに来てます。嘘です。今から新店舗に向かいたいと思います。この前来た時にまだ開いてないということだったので、もう今開いてるなので、そちらに向かいたいと思います。私今ね、そちらに向かうんですけども、もうねワインを死ぬほど飲んで結構酔うとります。その状態で向かいたいと思います。では行きますよ、みんなのシューついてこい。私今ね、たこやくしからテクテク歩いてきたけど、こっちの方が近い。四条の新京極、もうそれを入ってもらったらすぐで、もうねびっくり、すっごい人気、もうすでにすっごい人気。2月10日水曜日オープン。そこに行ってきます。これも人やば。台湾唐揚げ、これね、カステラ、こっちカステラ、こっち唐揚げ、もういっぱい食べられへんので、今日こっち台湾唐揚げ、こっちに行きます。台湾ビールやって、香辛料選ぶ、何がおすすめ、これ香辛料選ぶ。一番よく出てるのはジャオヤンフェン。ジャオヤンフェン。ベースが、ね、塩コショウなので、はい、中に八角などシナモンとか、スパイスとか。ジャオヤンフェンと、はい、ケイジャン。ジャオヤンフェンとケイジャン。はい。はい、あ、アルコールセットあるやん。はい。これアルコールセット、これにするわ。ないので一種類ちょっと言いたいと思います。単品オール350円、安いね。おすすめは、おすすめは、はい、変わったやつがいいな。変わったやつだと、甘いんですけど紫芋の春までいい、あとは大根も酢だけも変わってます。ははは、はい、これにしようかな。ほんならエビ紫芋春巻き、はい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 、来てるんですよ。オープン前に来てた時にまだもうこんなんです、あんなんですって聞いてて、でお酒飲めますか、中で食べれますかって聞いてたら、外ではあの食べ飲み歩きできますって言ってたんですけど、なんとできてるじゃないですか、テーブル。もうこれも超ラッキー、ありがとうございます。プロデューサーの方ちゃんと作ってくれてました。でこれね、表に今できてます。ビールや台湾ビール、これで台湾おなご飲みに行きたいと思います。では皆さんお疲れ様です。乾杯台湾。台湾って乾杯なんて言うんだろうな、勉強しとけばよかったわ。うん、美味しい、普通に美味しいビール。エンシダジーパイ、めっちゃ熱いねこれ。これすごいね、これ。これね、上が多分、上がね、ケイジャン、辛いやつって言ってた、辛いやつ。ほんますごいねこれ。これほんまに台湾にあるのって感じだけど。いただきます。いただきます。香りは台湾、スパイシー。
辛いけど変な辛さじゃなくてめっちゃいいスパイスの辛さ。いいスパイスってわかる？いいスパイス、甘みもあるし辛みもあるし、香辛料の辛さがめっちゃ素晴らしい。この辺は辛いのが苦手な人でもいける。なんかこのハーフ&ハーフにしてるので、ここまでいったら、あの一番人気のシャオヤンフェン、こっからしたシャオヤンフェン、ちょっとここ味わわないとここにたどり着けないので、ちょっとここを食べつつ飲みつつじわじわと行きたいと思います。うまいわこれ、ほんまにうまい。まあ行列できるわ。2月10日オープンでめっちゃ、さっきも見たでしょ、すっごい行列で。皆さんここに来られるときには多分これね、持って歩いて食べるんで、ハンカチかタオルのご用意を。めっちゃ暑いからほんまに、私今ちょっと冷ましたけどそれでも暑い。食べていきたいと思います。この台湾ビールとともに。辛いと思ってたらね、そのさっき注文した紫芋春巻きがやってきたので、ちょっと辛さを軽減したいと思います。これもね人気は言うてましたよ、紫芋春巻き。うん、食べたことないね。ここ楽しいよこれ。今もう持った感じはもうサクサク、サクサクのサクサク、見てわかるこれ。うまっ。紫芋の甘みとこのね、衣が何か全くわからへんけど、もうあのパンをカリカリに揚げたぐらいのカリカリ感。ほんで細かい、粒子が細かい、すっごい美味しい。デザート的な感じ。これ辛いの食べたらお口直しになるわこれ。うん、京都の街のど真ん中に台湾出現や、ほんまに。おいしい、これほんまに美味しい。もう食べ進めていってね、辛いの今抑えてきてるので、そろそろメインの、何回言うても忘れる、シャオヤンフェン、シャオヤンフェンいくよ。ほんまでかいねこれ。これすごいよ、もう若いとか老若男女が来てる、ほんまに学生さんとか、もう普通の人とか、もう老若男女。まだちょっとこれグラデーションで辛いのあるから食べてるけど、まあ辛い部分やなこれ。うん、ケージャンのことこっち行ってみよう。でもみんな見てるの頼んでると、私これ真っ赤っかやったけども、皆さんやっぱりあの何シャオヤンフェン頼んではる。塩コショウやって、台湾の。なんでこんなことになるのね、これ叩いてんのかな、さっき揚げてんの見せてたけど、めっちゃ美味しい。油もこんなん持ってるし、はんぺんじゃないよこれ、はんぺんじゃないよ。台湾ビールが合うわ。まあもうぜひね、皆さんほんまに市場の新曲、市場の新曲、私たこ焼きからテクテク歩いてきたけど、飲んできたから遠回りの人でも、普通に来られるときは四条の新京極、
入ってもたぶん入り口入ったらもうすぐあるので、ぜひ皆さんこの台湾唐揚げこんなでかいの食べたことないと思いますので、ぜひ来てみてはいかがでしょうか。皆さん最後までご視聴、まだ食べてないけど今から食べます。ありがとうございました。ミュウミュウハンナリミャコ TV チャンネル登録よろしくお願いします。こっちこっちます。ではさようなら。